ン対抗戦ライト級中村寛 VS 与座勇気ライト級現役のチャンピオン同士の対戦です。それではただいまより本日の第11試合ライズ K1 対抗戦ライト級3分3ラウンド延長1ラウンドを行います。青コーナー170cm 62.9kg K1 ジム相模大野クレスト所属第6代 K1 ワールドグランプリライト級王者与座勇気で相手を破壊するか。与座勇気、あ、そして武の姿リングサイドです。共に練習を続けてきました。 164cm 62.95kg PK ジム所属第8代ライズライト級王者中村寛。解き放たれる神獣、こちらはライズ中村寛。さて試合はライト級3分3ラウンドで争われます。解説の宮城さん、はい、いよいよ対抗戦最後の試合2勝2敗で迎えましたよね。いや、たまらない緊張感ですね。一回だからね。カズマさん、はい、面白いようにこの2勝2敗と全く五分で迎える大将戦というね、ここふさわしいですね、大将戦。はい、共にチャンピオン同士です。いや本当にこの辺り寺山さん独特の緊張感ありますよね、はい、いやー本当ドキドキしますね、うん、もうその2対2っていうのもドキドキしますし、はい、この2人がこう拳が交えるっていうのがもうドキドキワクワクですよね、はい、いやそして志田さん、はい、お互い団体の看板を背負ってますからね。そうですね、プレッシャーありつつも頑張ってほしいですね。はい、試合がスタートしました。白いトランクスが与座です。初めてライズのリングにやってきました。そして黒いトランクス、サウスポーに構えている中村寛、ライズのチャンピオンとして迎え撃ちます。いやしかし宮城さん、はい、本当にこの試合の展開いろいろとこの両者によってもこう得意な部分っていうのはありますよね。まあ、そうですね、まあ、与座選手があんまりこうサウスポーとやってるイメージがなかったんで、はいはい、でそのサウスポー対策として与座選手がどういう動きをしてくるのかなっていうのは楽しみですね。カズマさん、はい、やはりこの中村としてはこう短い時間でというイメージがあるんですけどどうでしょうか。そうですね、今回もそうでトータル的な実力で言えば与座選手の方が上だと思うんですけど、はい、一瞬の爆発力は中村寛選手の方が上なんで、どれだけ自分の領域に引き込めるかですよね。与座選手をその気にさせて打ち合いに乱打戦に持ち込むかっていうのは一つポイントなのかなと思います。なるほど。さあそして与座の武器として、まあ、与座キックがあるわけなんですけども、改めて宮城さん、はい、どんなキックか教えてください。そうですね、まあ、インローに向かってですね、前蹴りを簡単に言うと前蹴りを打つっていうイメージですかね、はいはい、でつま先で相手のこう膝の上あたりを前蹴りとして打つっていう感じですかね、はいはい、もう本当に突き刺すような感じです、針で刺す感じですね、はい。そして与座に対してインローを仕掛けていきます中村です。やっぱプレッシャーかけてるのは与座選手ですね。じり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 、はい、あれ結構かけられると体力的にきついんですよ。あ、そうですか、はい、何にもしてなくても呼吸ができなくなるんですよね、あのプレッシャーって。もうそれだけで消耗するわけですか。そうですそうです、ちょっと嫌だと思いますよ。うん、わーハイキック、どんどんプレッシャーかけてきます。確かに寺山さん、ちょっと中村がですね、はい、ロープを背にする場面目立ってますよね。そうですね、でその圧力に加えてやっぱ蹴り技が多彩なので、まあ、何が来るかわからない恐怖っていうのも一つこうプレッシャーになるんじゃないかなって思いますね。残り時間1分を切っています。いや志田さん、もしかしたら試合が一瞬で終わってしまうかもしれませんね。そうですよね、目が離せません。この距離で勝負できるかですよね、その気にさせるかですね、中村寛選手。距離が縮まってきました。ただこの与座選手のブロッキングが多彩なんですよ、多彩で硬いんですよね、はい、ただ中村選手の攻撃はなかなか当たってこなくて出せないっていうのもありますね、中村寛選手。非常にこう与座、ああところついた、ディフェンスが上手いわけですよね。上手いです、あの肘を上げたりとかすると、はい、やっぱパンチ打つ空間ができなくなってフックとか打てないんですよね。あ、そうですか。あえて空間広げてブロッキングするんですよ、あの近い距離で両肘上げたりとか、はい、今もガードを固めながら出てきます。
いやしかし宮城さん、このガードをしながらどんどんプレッシャーかけていくの嫌ですね、やっぱりね。そうですね、でもまあ、あの中村選手しっかりボディ狙っていい感じですよ、はい、バックピン、お互いボディ狙ってますね。おー、はい、拳が交錯する。中村相手を崩してパンチを見舞って今白手ゴング、第1ラウンドが終了。ゴングと同時に抜けを上げました中村です。手応えを感じているか第1ラウンド。さて第1ラウンド振り返っていただきましょう。おまず宮城さん、どうですか、はい、まあ、そうですね、まあ、中村和選手はどっちかというと僕はストロースターターだなっていうのが印象的なんで、はいはい、で足使いなんか結構前に出てるイメージありますけど、僕的には結構足使いながら自分のリズムを作る感じなのかなと思いながらも、それはできたんじゃないかなと思います。そうですか、はい、で与座選手もあの自分でプレッシャーかけながら多彩な蹴りをやって自分の距離を見計らったんじゃないかなと思いますね。カズマさんいかがですか。僕このラウンド非常に中村寛選手がうまい具合に戦ってたなと思うんですけど、はい、与座選手もっと蹴りたかったと思うんですよ、おそらく、はい、もっともっと足効かせたかったと思うんですけど、それをさせなかった中村寛選手うまいなと思いましたね。中村のディフェンスもこれ見事ということですかね。そうですね、サークリングだったりとかっていうのであんまり蹴らせなかったっていうのは、逆に蹴ってって蹴らせなかったっていうのもうまかったと思います。はい、2ラウンドの始まりです。さあオープンスコア第1ラウンドはジャッジ3名ともが10対10のイーブンです。差をつけていません、両者の対戦。さあ第2ラウンドの始まりです。わあ、強いパンチを打ってくる中村、ミドルキック。小田はミドルを出してきました。ローからいいローですね、はい、かなりあの和馬さん、序盤からの中村はローをも使ってますよね。そうですね、あのロー結構入ってるんですよ、はい、で威力もありますし、ああ左、踏み込んでる左、焦らせることです。ハンドスピード上がりましたね、はい、ボディブロー。ここでやり合えば中村寛選手の強いんで、はい、そうそう、焦らせることですよ。おっと、これはバランスを崩しました。左のパンチが当たっていますが、宮城さん、はい、与座のこのサウスポー相手の動きどうですか。そうですね、まあ、見た感じちょっと苦手なのかなとか思ったりもしますけど、はい、まあ、そこはまあ K-1 のチャンピオンなんで、うん、はい、何かを隠してる感じもしますけど。そうですか、はい、あ、左フック、かなりこの中村の左の攻撃をもらっています。左フックです。顔面から、あ、与座キック来ましたね。今来ましたね、はい、中速で、この中速で蹴る、まあ、蹴りですよね。お互いでも蹴りはいいですよ、お互い。あのカーフ狙ってるんですよね、あのカーフですね、はい、今与座選手の下狙って上行きよんだ。あー左、中村の左です。このハイキック、さあこの蹴り、いい近い距離、おい、距離で返す与座。与座インロー、お互いインロー、蹴り合います。ここにて蹴りを使っています。いや寺山さん、はい、この時間帯の両者の動き見てどうですか。いや本当に呼吸止まりますね、攻防が高くてレベルが、まあ、やっぱりね、志田、はい、さん本当に緊張感がありますよね。本当いつ何が起こるか分かんないから、もう本当呼吸忘れますね、はい、残る時間が1分を切りました。第2ラウンドです。確かに時間が過ぎるのが早い。蹴りが踏み込んで左、左よく当たってますね、はい、中村。そうですね、はい、中村選手こうステップを使っている日本拳法上がりなので、はい、この蹴りに合わせてのパンチ、あ、ごめんなさい、パンチに合わせて蹴りがすごく上手いんですよね、はい、腰から蹴るというよりかは膝下で蹴るような感じですね。お、膝下で蹴る、はい、スナップが効いたり攻撃がすごく多彩なので、はい、はい、与座選手のカーフもしかしたら効いてきたかもしれないですね。ちょっと前足上がってるから、はい、そうですか、与座も消耗してきたでしょうか。バックピン、お互いに今日はボディも狙ってきます。強いミドル、与座ラウンド終盤でも強い攻撃です。残り時間が少ない、残り5分、第2ラウンドが終了。第2ラウンドが終了いたしました。宮城さん振り返ってどうでしょうか。そうですね、ちょっとお互い疲れたかなっていう感じありましたね、はい、はい、まあでもお互い1ラウンド目よりこうハンドスピード感が上がってきたんで、はい、3ラウンド目いい結果になるんじゃないですか。何か気になった攻撃はありましたか。そうですね、まあ、中村選手の、まあ、左の攻撃が結構多彩で入ってたなっていう感じもありますけど、与座選手がそれ見えてるのか、3ラウンド目に
何か狙ってんのかという感じですかね。はい、じゃあ田島さんどうでしょうか。そうですね、まあ、このラウンドお互いの蹴りが光ったなというところで3ラウンド目、まあ、このまま行くのかどうなのか、まあ、ポイントはこのイーブンの状態なんでお互い勝負行かなきゃいけない状態なんで、はい、どういう風に勝負していくのかっていう、どういう風に効かせてくるのかっていうのはセレクトは気になるところですね。はい、今日はリングサイドタケルの姿もあります。 K1 で元3階級を制覇いたしました。与座祐希とは共にトレーニングをする間柄です。第3ラウンドの始まり。さあ第2ラウンドはジャッジ2名が10対10のイーブン、1名が10対9で中村をつけています。中村を支持しているジャッジが1名いました。第2ラウンド第3ラウンドが始まっています。黒いトランクスがライツの中村、そして、シルバーのトランクスが K1 の与座です。今回はあれですね、中村寛選手1ラウンドでもう倒しに行くっていうよりは3ラウンドトータルして考えてる戦い方してますよね。そうですね、意外でしたね。そう、やっぱこういうやっぱ格闘技 IQ 高いんで、はい、こう見えてよく考えてますよ。非常にですから和真さん、しっかりとこう戦略を立てて臨むタイプなんですかね。いやもうそうですよ、もうこういう 蹴られたら蹴り返すとか、はい、うまいですよ、こういうのとか、一発もらったら2本返すとか。なんか一見派手なイメージありますけどね、頭いいです。テクニック、確かに志田さん、もう本当に和真さんの解説の通りの動きですよね。じゃあ2発返す、はい、こういうところなんですよ。見せ方がうまいですね。一発もらったらすぐに2発返していこうという中村です。現在はライズのライト級チャンピオン、初めてこのやってきた外敵を迎えず、ああ続けて打ちます。ただこのままだとポイント差つけられないと思うんで、はい、お互いやっぱ何かね、何か大技だったりとかつなげて効かしていかないと。これ和真さん、明確な差をつけるためには何が必要ですか。やっぱ今蹴りは互角だと思うんで、ここでポイント差つくのは難しいと思うんで、はい、蹴り見せてパンチつなげたりとか、うん、一発効かせられるのが欲しいですよね。お互い顔あのガード下がるんで、この蹴りの瞬間って、はい、蹴りに集中しちゃってるんで、はい、どっちかってた方がいいですよ、うん、ただ宮城さん、なかなかその明確な差、一発っていうのは難しいようですね。まあそうですね、まあ、中村選手結構左ストレートいい感じで入ってるんで、もうちょい距離作ったのがいいのかなと僕は思ったりするんですけど。そうですか、はい、距離が今縮まっています。近い距離、あ、膝、頭を下げたところ膝がありました。伊藤さん、これが1分を切ります。これはバランスを崩しました。今の危なかったですよ。フラッシュ取られてもおかしくないと思いましたね、はい、ボディ効いてますね。あ、効かされてますか。はい、ヨザが出てくる。インド、あ、削り合い、ここはやっぱ極真上がり強いですよね。削り合いは、これはローブローか、あ、ダウンか。ダウンです、ダウンです、ダウンを取られました中村。中村のダウン、これ宮城さん、はい、どのシーンですかね今。いや今こうバックスピンで、あの足を狙ったんですよ。はい、あ、はい、あ、ノックアウト、ノックアウト、なんとなんと中村ノックアウト負けです。 K1 がライズを飲み込んだ。最後はバックスピンか。これちょっと映像をまた見返したいですね、はい、出ますかね。東さん、ちょっと分かんなかったですね。僕の方からも分かんなかったです。あ、この後ですね、このインドの後、あ、入ってる、入ってるように見えますね。入ってるというのはこれは、まあ、ローブロー入ってそうには見えましたね、今の見ると。ただレフリーはダウンを取りました。まあ難しい、まあそうですね、直撃ではないけど、まあ、アピールするのもまああれですよね。アピールしてもおかしくないぐらい。いや、中村もちょっとね、あっけに取られた表情です。なんともこれは中村としてはこう釈然としない。もうちょっと角度変えていきます。あ、入ってますね。直撃ではないけどかかってるんで、はい、中速あたりが。あ、そうですか。あ、続行しま、まあかなり際どいところではあります。うーん、なんともこれはちょっとあの見方によって随分と、いや、続行するんじゃないですか。続行しそうですね、はい、あ、そうですか。お、そんなことあるんですか。まあでも後味悪いですからね、ここを一旦、え、続行ですか。
バックスピンの場面、今スローでご覧いただいていますが、確かにリングを両者ともおりませんね。はい、まあでもお互い完全決着したいですよ。いや、ここまで本当にもつれています。2勝2敗で迎えたこれが決着戦となります、ライズと K-1 の対抗戦。まあでも宮城さん、はい、対抗戦というのはなんかこういう何が起こるかわからないというところありますよね。なんか払いが起きますよね。はい、現在これ審判団が協議を行っています。でもこういうのって大事だと思いますよ、はい、今後の格闘技団体ってやっぱ人のやっぱスポーツとかでもこういう VTR とかやってるじゃないですか、はい、格闘技も取り入れた方がいいと思います。まあそうですね、今検証を、ね、してますかね。確かにまあ他のスポーツなどでもそういった流れというのはあります。そして今ライズの伊藤代表とどうでしょうね。これ今審判団が競技をどうやら終えたようです。なんとも際どいところですからね。どういった判断が下されますでしょうか。あ、レフェリーが手を挙げました。与田の手を挙げました。与田祐希の勝ちです。ただ与田としても首をひねっている。そしてこちら中村寛の表情、これはしかし中村としては納得がいかないか。そして勝った与田としても浮かない表情です。まあ、難しいところでしたからね、当たり方っていうところが、まあなんともね、その当たった角度についても細かく和真さんが、ただいまの審議について、ご説明申し上げます。確かに、ラインは完全に金的の部分です。はい、僕も一瞬迷いましたけど、僕は内股を取りました。内股のちょうどところを取ったんですが、もしこれで、VTR とかの判定で覆るかもしれない、それは分からないです。その場合は、菅選手の方から複合申し立てがあるん で私は、内股のローを取って、KO とさせていただきました。よろしくお願いします。和田レフェリーの説明でした。和田両学レフェリーからの説明がありました。これは内ももに当たったという、これはレフリーの判断で、今日与田祐希の勝ちが、告げられました。そして中村寛頭を下げてリングを降ります。対抗戦結果を出すことはできませんでした。今日は潔くここはリングを去ります、中村寛。ただ中村寛選手強かったなっていう言葉でしたね。つきますね、はい、多分みんな。それでは見事勝利いたしました与田祐希選手は、岩本選手いろいろ緻密な作戦を練っていた様子が攻撃から伺いましたね。圧倒するんじゃないかって言われてたんですけど、ここまで接戦して分からない勝負するっていうのはみんな多分動いたと思います。はい、そして与田祐希初めてライズのリングに上がりました。このライズでの戦い方に関して宮城さん、はい、振り返ってどうでしょうか。いやもうでも最後の3ラウンド目は与田選手の好きな、まあ、極真スタイルっていう言い方は失礼なんですかね、はい、与田スタイルというか、うん、もうこう接近戦になって、はい、ボディだったりとかローの打ち合いになったら、まあ、与田選手の回転になってるのかなってリズムになってるのかなとは思いましたね。あで、まあ、ライズルールには適応してるんじゃないかなと思います。はい、はい、となるとこれはまたね、継続しての参戦というのが期待する声が上がりそうです。上がってくれたら嬉しいですね。そうですね、はい、まあしかし
先ほどの鈴木と金子の試合もそうですけど、またネクストがもしかしたらこれはあり得るかもしれません。いやまあそうですね、はい、鈴木です、ちょっと後味悪い試合になっちゃって、すいません。まあ、審議してもらって、まあ、ここまでの判定でもいいし、もう一回やってもいいと思うんで、うん、まあ、自分は格闘家なんで、こうなんかいろいろ言えないですけど、強くなって、もう一回帰ってきます。応援ありがとうございました。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いいたします。選手退場お届けいたしました。両者ともに潔いと言いますかね、はい、まあ、でも与座選手は胸張って帰ってほしいなと思います。はい、対抗戦これにて、勝ちがつけられました。勝ちが決定しました。タケルと何か言葉を交わしています。まあ、リング上では笑顔がなかった与座ですが、タケルの言葉を聞いて少し気持ち軽くなったでしょうか。まあ、審議をしてもらって、そしてまたやってもいいと先ほどリング上で述べました与座祐希。そして K-1 とライズの対抗戦3勝2敗で K-1 の勝利が決定いたしました。さあ、この対抗戦は3日後また続きがあります。今日に関して言いますと、ひとまず K-1 側が勝利して今大将の与座祐希が引き上げていきます。この後3日後の戦いもどうぞご期待ください。